みなさんこんにちは、しろこチャンネルジュニーと味噌汁チャンネルの味噌汁こと石川理恵です。イエーイ、ジュニーというわけで始まりましたファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ。めちゃくちゃリモートじゃないですか。完全にリモートだね。リモートですね。もうなんか、はい、実家というかもう家感あるそうですね、ちょっと背景がね、はい、はい、ということで、今回はですね、新型コロナウイルス感染病の拡大防止の観点からですね、リモートでの撮影となっております、はい、とはいえればみそちゃんはね、いろいろありましたけれども、ここでね元気な姿を見せてくださってありがとうございます。復帰したよ、ただいまー、 B ただいまーおかえりなさいまし。でもめちゃくちゃ久しぶりのね、あの B のこの収録になるのかな。いやそうだよ、生放送は見てましたよ。でもまあそうですよね、私も生放送出演してましたしね、みそちゃんとリアルタイムにちょっとやり取りしてましたけれども、ね、はい、はい、ということで、今回はですね、まあ、いろいろ 4.5 周年で新たな要素が追加されたりですとか、そういったものが出てますので、その辺の、まあ、お知らせをしていきたいなというところと、はい、今回はですね、通常のユニット紹介の動画とは異なりまして、紹介していく形となりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それでは早速ですね、 4.5 周年記念情報の間で発表され、先日4月30日に追加されたネオビジョンユニットの紹介と合わせて、 FF7 リメイクの新ユニットとイベントについて紹介していきたいと思います。イエーイ。いや、盛りだくさんでしたからね。そうですね、めちゃくちゃ盛りだくさんで、うん、新しい要素とかも本当に追加されてますので、まあ、その一部をね、今日は紹介できたらと思っております。はい、まずはですね、はい、私の方でお知らせを見ていきたいと思います。はい、それではですね、まずは FF7 より星を守るべく戦う元クラスファーストソルジャークラウド FF7 リメイク CG ムービー付きで登場。はい、ということで、まあ、最近ね話題でしたね、4月に出たばかりの FF7 リメイク、うん、はい、こちらのクラウドさんが、今回は満を持して登場となっております。はい、ユニット紹介こんな感じになってます。今回はですね、ネオビジョンというタイプのユニットとして、今回出てくるようになるんですけれども、ブレイブシフトというね、ちょっとあのバイクに乗ってるクラウドさんに変化するようになってまして、このあたりはですね、みっちりみそちゃんの方からユニットの紹介をしてもらいましょう。気になりますね、はい、いろいろね。うん、はい、続きまして、バレットさんも来ております。バレットさんはね、今まで星4キャラクターかなとして出てたんですけれども、今回の FF7 リメイクではなんと57キャラになっております。おー、檻にかかれば楽勝よ、ぶっ飛ばしてやるということで、ちょっとね、なんかね、スラッとしてるんですよね、前のドットよりイメージ的に。なんかね、頭身上がったよね、なんかちょっとかっこいいですよねはい、続きまして、今回は既存の FF7 のティファさんとレッド13が、ネオビジョン覚醒解放ということで、新たな、覚醒を着ております。はい、こんな感じでネオビジョンが解放されて、ブレイブシフトが使えるようになる EX 覚醒ができるようになってます。まあ、いろいろな新しい単語がね、ちょっと出てきたんですけれども、なんかの、このあたり新しく追加された要素はですね、また別途、わかりやすくですね、まとめた動画が別の日に上がる予定となっておりますので、ちょっと今、新しい要素追加されて久しぶりにちょっとやってみたけど、わかんないなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひそちらの動画をね、お待ちいただければと思います。はい。さあ、ティモさんと同じようにレッド13も、来ております。で、超かっこよくなってんね、ドット向き変わっとるねはい、ネオビジョン解放となっております。レッド13もですね、リメイクの方でも活躍してて、ティモさんもそうなんですけれども、なので今回ね、この2キャラクターが、ネオビジョン解放となっております。ネオビジョン登場記念ティファ強化クエストというものが来ておりまして、マジでこれは全く新しい試みでございますが、うん、なんとですね、クエストをクリアするとティファ星5と、星7に覚醒するためのティファの起源、そして、うん、ティファの専用トラストモーグリ、ティファ専用スーパートラストモーグリが報酬でもらえちゃう。つまりすごいですよね、この強化クエストをフルフルでやるだけで、まあ、ティファが星7になって、さらにスーパートラストマスター、トラストマスターまで取れてしまうというものになっております。
すごいね。すごいですね。なので、うん、ぜひぜひこの期間がねちょっと決まってるんですけれども、9月の15日23時59分までとなっておりますので、ネオビジョン覚醒来たけどもティファ持ってないという方いらっしゃいましたらですね、ぜひぜひこちらのティファの強化クエスト待ってみてください。はい、続きまして、今回新ニットの登場とともに来ておりますシリーズイベントも紹介していきましょう。新ラビル68回ということで、もう本当にねこれはね FF7 リメイクの最後の最後の部分になるんですけれども、新ラカンパニーに乗り込むところでございます。はい、今回ですねこちらのイベントを遊ぶとなんとですね、レノさんがゲットできるようになってます。おはい、まあ、レノさんはね死んだカンパニーのねどっちかというと、まあ、ちょっとまあ何ですかね憎めない敵というか、一応ね戦うクラウドたちと戦う立場の、人なんですけれども、こちら星7になる限定報酬となっております。イベントの開催期間は4月の30日から5月の15日の23時59分までとなっております。はい、それではレノさんも、紹介していきましょう。邪魔するゾット、かったるいけどデファーザゾットって言うんですけどね、このゾットってゾットっていうのが、まあ、レノさんの口癖で、結構 FF7 の元々のものからもですね、なんかこうレノって言ったらこういう喋り方だよねっていうものになってるんですけれども、はい、今回の遊び方なんですけれども、このレノさんの、レノさん自体はですね、なんと初級のミッションクリア報酬としてゲットできるので、まあ、だいぶハードル低めかなと思います。そして期限は、こちらのねポイント達成報酬で、さらにこのトラストモークリとかスーパートラストモークリに関しては、ミッションクリア報酬とあとはで、ね、ドロップとなっておりますので、この期間中にねレノを星7にして、スーパートラストマスター、トラストマスター取りたいよって方はぜひぜひ、周回をしてみてください。はい、装備の報酬も来ております。デンジロットですね。はい、あ、レノが使ってるこれロットですね。続きましてミスリルセイバー、はい、こちらはですね強化すると回避斬りを覚えます。なんと一定確率で物理攻撃を回避して反撃するというちょっと貴重なものになってますね。さらにグランドクラブ、こちらは攻撃121のニアブルを使用可能。こちらはですね敵一体の情報を見て1回回避する効果を付与できるといったものなので、こちらもちょっと貴重なものになってるんじゃないかなと思います。はい、それでは今回登場する FF7 リメイクネオビジョンユニットのクラウドを元に、ネオビジョンユニットの、特徴である EX 覚醒とブレイブアビリティについて、生放送でもね紹介されておりましたが、改めておさらいしていきたいと思います。はい、まずはこちらのスライドをご覧ください。はい、まずこちらのリメイククラウドさんなんですけれども、ブレイブアビリティについて紹介していきましょう。こちらのスライドにあるようにですね、ブレイバーというアビリティをこちらの、クラウドさんは使えるんですけれども、このブレイバーがですね、はい、あのアビリティ覚醒のようにレベルが成長することができるんですよ。こちらの強化には特別な素材が必要となるんですけれども、レベル5まで、最大レベル5まで強化することができます。はい、でこちらのクラウドさんなんですけれども、こちらのアビリティレベル1からレベル5に上げるとですね、かなり、変わってくるので、そちらの動画をご用意いただきましたので、みんなで見てみましょう。これが、最初がレベル1の状態のブレイバーですね。そうですね。おー、670万、はい、こちらがからの、おーおー、4700万、4800万、約8倍ですかねぐらいになりましたよね。すごい倍ですね。全然天と地の差。同じアビリティでここまで差が出ると、ちょっと育成もしていかなきゃなと思いますね。ちょっとすごいですね、これは。こちらの素材なんですけれども、イベントでゲットすることができますので、ぜひぜひ皆さん今回のイベント周回して、ブレイバー、まあ、およびこちらのクラウドさんのブレイバーアビリティの育成をきっちりやって最大火力を出してあげてください。はい、続きましてはですね、ネオビジョンユニットの特徴である EX 覚醒について紹介していきましょう。はい、スライドにある通りですね、まずクラウドさんは EX 覚醒を1回してあげるとブレイブシフトが使えるようになります。先ほどのバイクに乗ってたクラウドさん、あの携帯にするには EX 覚醒を1回することが必要となります。はい、はい、
で、さらにですね EX 覚醒プラス2まで行くと、固有のスパトラモーグリがゲットできます。なので、はい、こちらのネオビジョンスタートの、ユニットのスパトラモーグリを取るには、こちらの EX 覚醒を2回させてあげてスパトラモーグリを取るか、うん、もしくは、まあ、あのオールスパトラモーグリを食べさせてあげるかっていう2パターンになります、うん、はい。さらにですね EX 覚醒プラス3までできるんですけれども、こちらのプラス3までいくとですね、はい、なんと、こういう特定のビジョンカードがゲットできます、こちらのクラウドさん今回、ゲットできる固有のビジョンカードは真夜中のシシちゃんと一緒にバイクで運転しているあそこのものがビジョンカードとして、ゲットできます。まあ、ビジョンカードって何ぞやってところはまた後ほど、紹介していきたいと思います。で、こちらちょっと見ていただくと分かる通りパラメータ上昇ってあるんですよ、それぞれに。で、こちら EX 覚醒をしてないクラウドさんと EX 覚醒3まで行ったクラウドさん、どんだけ火力違うのかというと、ちょっとパラメーターでね、はい、紹介していきたいと思います。はい、こんな感じになってます。うわー、やそもそも3300も強いけど、うん、それをこう EX 覚醒して4000はやばいですね。この装備内容で4000はやばいですね。装備がめっちゃ高い。まああのね、今回は、まあ、覚醒3までしたクラウドさんっていうイメージで、この運命の覇者っていうね、はい、スーパートラストマスターは装備してる状態なんですけれども、うんうん、とはいえ、うん、まあまあ、まあ、手を出しやすい装備感でこんなに差が出るっていうのは強い。強いですね。先ほどね紹介した通り、こちらのクラウドさんを EX 覚醒させるには、まあ、かけらとね素材が必要になるんですけれども、こちらのかけらはですね、はい、まあ、ショップとか、まあ、今回はログインボーナスとかでゲットできたりとか、クラウドさんをゲットした方はですねぜひぜひこれを集めて EX 覚醒3を目指していきたいなっていうところですね。で、わかりやすくどんなもんなのかっていうのをねちょっと皆さんに体感してもらうために、EX 覚醒をしていなくてブレイブアビリティも上げていないクラウドさんと、 EX 覚醒3の状態でブレイブアビリティも5まで強化したフルフルマックスに強化されているクラウドさん、どんだけ攻撃力違うのか動画を見てみたいと思います。さあ出てきましたハンドレッドガンナーさん、めちゃくちゃめんどくさかったこれ。さあここでは、おお、ちょっと迷いつつ、しゃきりましたね今ブレイブシフトしゃきりましたねこれは。はい、うん、今回はクラウドさんのお膳立てのために他の子たちで、まあ、チェーンをつないで、クラウドさんを投げていこう作戦でございます。前半戦は EX 覚醒していなくて、うん、ブレイバーもレベル1、はい、こちらのクラウドさんを、はい、使って入れていきましょう。セブンパーティーですね。さあ、はい、投げて、投げ振る、よいしょ、お、よいしょ、よいしょ。ちょっとね、順位がね、ちょっと、ね、不安な感じはありますけれどもね。はい、まあ、はい、大体半分ぐらいですかね、ちょっと喋ってましたけれども。はい、はあ、こちらのクラウドさんは EX 覚醒3回やって、さらにブレイバーのレベルも上げております。さあ今回迷いなくシャキってますね。うん、いやこのシャキルをねちょっと広めていきたい。まあ元々の言葉もね14からね言うからね。FF だからね。さあこのブレイバーのレベルが上がってんの目視できるのはいい。うん、すごい。弾飛んできた、あれの懐かしい。お、お成功してる。おお、おお、ほら黄金アキルですね。すごいね。すごいね。チェインが成功したっていうのもあるけど、あるけど、あるけど、それでも全然ダメージ違いますね。
はい、なので同じクラウドさんでも、まあ、覚醒して、まあ、ブレイブアビリティもちゃんと上げてあげるとめちゃくちゃ強くなるので、ぜひぜひ、育成してあげてください。はい、ということで、まあ、クラウドさんを元にですね、はい、今回の、ネオビジョンの特徴をね、ざっくり紹介させてもらったんですけれども、どうですかみのちゃん。いや、自分もね使ってみたんですけど、うん、なんか、まあ、後ほどね性能も説明しますが、うん、使いやすいし、うん、強いし、でちょっと育成がね大変だなって思ったんですけど、うんうん、逆になんかこう長い時間をかけて育成も楽しめるって考えたら、うん、なんかやり込み要素として面白いなってすごい思いました。確かに、ね、かけらもね今回のログインボーナスみたいにね、うん、まあ、結構もらえる機会もあったりするので、うん、なんかこの育てる目標ができるというか、うんうん、いいよね、こんだけ強くなるって思えるとね。ねえ、はい、ね、ちょっとね今回ネオビジョンという新しい要素が来て、はい、なんかちょっと分かりづらいかもなって思ってる方もたくさんいると思うので、今回の追加されてユニットたちの紹介をですねみそちゃんからみっちりしてもらいたいと思います。はい、はい、まずはメインのクラウドさん、彼はですねどんな子かというと、チェイングループはグループにアースレイブです。でもちろん物理攻撃が得意で、うん、無属性と雷属性を使い分けるようなユニットになってます。このもね後ほど紹介します。で得意キラーは人と機械となっております。でパッシブで 100% 持っていて、あのブレイブシフト時もノーマル時も 100% 持っていて、でアクティブスキルでアクティブアビリティで、プラス 50% 付与することができるので、めちゃめちゃ人と機械に対して強いユニットとなっております。ではまず最初にですねブレイブアビリティのバーストスラッシュから紹介していきましょう。冒頭にも紹介した通り、こちらはですねグループ2、アースレイブチェインとなっております。でこれがですねマックス時の威力がなんと7200まで育つのでめちゃめちゃ強いです。お、レベル5だと7000、はい、めちゃめちゃ強い、何事もなく、何事もなく。でもう一つのブレイブアビリティも紹介します。はい、こちらですねもう一つのブレイブアビリティ、ブレイバーも紹介します。これがですねワンヒットとなっておりまして、こうチェインからのフィニッシュっていうのが可能になります。うん、はい、でこちらですねマックスにするとなんとですね威力1万のダメージということで、じゃあ7000でチェインをつなげて1万でフィニッシュできる、はい、そうなんですよ。でトリプルアビリティが常時使えるので、トントントンですよ、余裕の強い、強いですね。そして分かりやすい、分かりやすいです。で合わせてスペシャルアビリティも紹介していきます。はい、まず一つ目イグニッションですね。こちらが、いつも使っているような、攻撃力を上げるものなんですが、自分の攻撃のあと 300% アップし MP を回復してくれるのでめちゃめちゃ攻撃力が上がります。お、じゃあ開幕は使いたい感じかな。はい、そしてもう一つのスペシャルアビリティがディスオーダーです。これがですね2ターンに1回使用可能で開幕使用不可能です。敵1体に6900のダメージを与え、2ターンの間自分に物理攻撃時人系のダメージを 50% アップする効果を付与するということで、これが冒頭で言ってた人への 50% アップですね。はい、で、まあ、クラウドといえば LB が強いですよね。こちらのインフィニットエンドですね。でこちらなんですけれども、アビリティの内容は敵1体に威力9600のダメージを与え、次のターン自分のリミットバーストの威力が 100% 上がるというめちゃめちゃ強いアビリティなんですが、なんと1クエスト中1回のみ使用可能というこのね制限があるんですね、うん、使用制限が。なのでこのね、うん、使うタイミングを測りながらっていう、まあ、新しい戦略が生まれたわけですね。うん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 、で今ねクラウドの装備について何も触れてこなかったと思うんですが、このアビリティの一番下にいつもよく見る両手持ちのマークあるじゃないですか、うん、ノーマルの状態のクラウドさんは両手持ちなんですが、ブレイブシフトを見てみるとなんと二刀流が得意な子になるんですね。なので変わるんですね。そうなんですよ。でここで生まれる戦略がブレイク、要は体験が得意だったら、前に戻して、で剣が得意だったら剣の方を使ってっていう感じで、そのブレイクのねタイミングを測ったりとかもできます。なるほどね、はい、まあ、装備ブレイクがその装備依存のブレイクもあったりするの で、はい、 そうですね、それに合わせて戦略を立てることもできる、はい、なのでいろいろ幅が広がるイメージでいいと思います。はい、ではこのままブレイブシフトを説明していきたいと思います。
で、バーストスラッシュがですね、ブレイブシフトするとスピンスラッシュに変わっておりまして、なんとですね、その1個前の時はあの攻撃の威力は変わらなかったんですが、ブレイブシフトすると最後の一発が強い系のチェーンアビリティに、チェーンフィニッシュができるアビリティになっております。おー、しかも全体ですね。そうなんです、ね、最後の一発が全体です、うん、でかつですね、クラウドさんといえば無属性ってイメージが結構強いと思うんですが、なんとブレイブシフトをすると雷属性が得意なユニットになります。はい、でこのスピンスラッシュには 120% ダウンを覚えておりますし、付与ももちろん覚えております。先ほどスペシャルアビリティで1系のダメージを 50% アップする効果を付与するものがあったんですけれども、それがブレイブシフトをすると機械系のダメージがアップします。で機械の敵って結構雷が効くことが多いので、本当に通るやつには爆発的な勢いで、ダメージが出るんじゃないかなといったところです。はい、で合わせてですね、ラピッドチェーン、これもですねクエスト1回中、1クエスト中1回使用可能なアビリティで、リミットバーストの威力が 100% 上がるもので、これもねよしななタイミングで使って大ダメージを出すといいんじゃないかなと思います。はい、でそしてトラストアビリティはね同じなので一緒に説明します。攻撃性質を 20% アップし、毎ターンリミットバーストゲージが300増加するというものになっております。メンタル、メンタル、はい、で合わせてリミットバーストも紹介していきましょう。ノーマル時のリミットバーストクラムハザードは敵一体に最大で 13,000 のダメージを与えるというものでございます。シンプル、シンプル、あ文章が短い短いね、強いけど、ね、さあそしてですね、うん、こちら、ブレイブシフト時のリミットバーストスピンドライビング、はい、敵全体に威力 11,700 のダメージを与え、5ターンの間雷属性耐性を 120% ダウンさせるということで、威力自体は、ノーマルのクラウドの方が高いので、こう切り替えながら最大ダメージをね、よしなタイミング、自分のタイミングでいくといいんじゃないかなっていったところです。さあそれではトラストマスター紹介していきましょう。バスターソードですね、はい、攻撃力158の、両手持ちとなっております体験ですね、はい、続きましてスーパートラストマスター報酬運命の覇者、両手の装備品が武器、1個だと武具の攻撃が 200% アップするというめちゃくちゃ強いアビリティです。めちゃくちゃ強い、はい、はい、そして手に入るビジョンカードがこちらです。真夜中の失踪となっております。うん、まあ、レベルが上がるだけでね攻撃力とかだいぶ上がるので、ぜひね、皆さん育てていただければと思います。はい、それでは続きましてクラウドさんの、モーション見ていきましょう。待機、攻撃準備、攻撃、そして魔法炎症、魔法発動、リミットバースト、終わりだ。消し止め、すごい、すごいよ、最長を感じる。私はどうなんだろう、かっこいいかっこいいですね。あ、はい、そして勝利ポーズ、いつもより多めに回しております。そして瀕死、敗北です。続きましてブレイブシフトバージョンのドットも見ていきましょう。シャキーンと、シャキーン、これね、はい、ズームアップするんだよ ね、かっこいいよね。あ、かっこいいね、はい、攻撃準備、はい、攻撃、魔法でしょ、魔法発動、 LB いきます、かっこいいですね。いやこれね、あの原作、はい、FF7 のリメイクでも、うん、あの結構バイクシーンで戦うシーンが何回かあって、うんうん、マジでスピンドライブとか駆使しながら戦ったなって思いました。めっちゃかっこいい、動きがでも本当にドットで再現されてますね。はい、はいはい、続きましてですね、今回ネオビジョン覚醒解放が来たティファさんを紹介していきたいと思います。なんとですね、ネオビジョンになることで高威力のチェインアビリティを習得するユニットとなっております。でですね、元々の性能から言うと二刀流アタッカーで、グループチェインは今回2です。はい、うん、アースレーブチェインですね。で特異属性は水となっております。さあここからはですね、ブレイブアビリティについて紹介していきたいと思います。すべてねレベルマックス時のものを紹介していきたいと思います。うん、まずはですね、こちらフィーバータイムから紹介していきましょう。自分の攻撃力ダウン効果を解除し、5ターンの間攻撃を 250% アップし MP を回復するというものが、なんとですねスペシャルアビリティではなく普通に覚えてくれます。
うん、でそして合わせてクラウドとの約束、こちらもね HP を3000アップし以下のアビリティの攻撃力がそれぞれ上がるということでやば数値が、そうなんですよ、もうナチュラルにあの覚えてるものがネオビジョン環境に合わせてくるというねものでございます、はい、わかりやすい、はい、そしてこちらメインのアビリティメテオクラッシャーですね、敵一体に威力7200のダメージを与える、うん、そのまま強いです、わかりやすい、はいはい、そして回数制限のあるアビリティはこちらソニックコンボですね、こちらはですね、はい、1クエスト中3回使用可能となっております、これがですね、敵一体に威力500プラス7500のダメージを与えるという、まあ、めちゃめちゃ強い最後の威力が上がる系のアビリティとなっております、続きましてブレイブシフト状態のブレイブアビリティを紹介していきましょう、はい、メテオクラッシュは同じですね、敵一体に7200のダメージを与えてくれます、そしてこちら、うん、残眼流精神統一、自分のリミットバーストゲージを1500アップし4ターン内で攻撃を300アップしてくれる、はい、そして水属性を付与するという全部が全てここに詰まっているアビリティです、めっちゃもうブレイブした方がいいじゃん、そうなんですよ、ね、はい、はい、そして合わせてパッシブアビリティも増えております、スラムの心得、自分の攻撃時、水星系、水星そして人系のダメージを 200% アップし自分の各チェインダメージ量はなんと 100% アップするというパッシブアビリティ、新しい、めちゃめちゃ強いです、ぜひねブレイブシフトとして使ってあげてください、はい、うん、はい、そしてですね、ブレイブシフト時のリミットバースト新ファイナルヘブン、敵一体に威力8000防御無視率 50% のダメージを与える、つまり16000ワンヒット、めちゃめちゃ強いです、ぜひぜひ使ってあげてください、さあ続きましてティファさんのブレイブシフト後のドット絵見ていきましょう、はい、攻撃準備、攻撃、魔法でしょ、魔法発動、エルビーです、で瀕死となっております、はい、続きましてレッドサーティーン紹介していきましょう、なんとですね、はい、ネオビジョンになるだけで攻撃をしながら自身に獣そして悪魔狩猟系のダメージを上昇させるアビリティや攻撃力のチェーンアビリティを習得するため覚醒ネオビジョンにするだけでも大幅なパワーアップをするアビリティユニットとなっております、はい、で得意属性はですね元々の性能なんですが火風闇属性が得意です、で得意チェーンはアースレイブグループ2となっております、まあ、元ネタですよアースレイブの元ネタだよね、そうなんですよ、本当そうだった、思い出した、この子元ネタだった、そうなんですよ、ではですねブレイブアビリティを紹介していきましょう、こちらもですねレベルマックス時のものを紹介していきます、はい、まずこちらキラースレイブですね、敵一体に威力5000のダメージを与え5ターンの間自分に物理攻撃時獣悪魔狩猟系のダメージを 150% アップする効果を付与してくれます、続きましてこちらハイスピードファング、こちら敵対に威力5000のダメージを与え5ターンの間自分への物理攻撃が10回回避する効果を付与してくれます、はい、そして最後、生命学の知識 MP を200アップし以下のアビリティの攻撃力がそれぞれアップするということで、いろんなね彼の持っている、まあ、元のアースレイブもそうですがいろんなアビリティがこの最新環境に追いついてくれるといった内容になっております、そしてですね回数制限アビリティルナティックバーストです、こちらはですね、うん、1クエスト中1回のみ使用可能で、アースレイブチェインで、5ターンの間自分の、攻撃を 300% アップし敵一体に威力3000防御無視率 50% の非属性ダメージを与え、さらにですね5ターンの間自分にトリプルリミットが使用可能になる効果を付与してくれます、はい、続きましてブレイブシフト時紹介していきます、はい、まずこちらハウリングフレームですね、敵一体に威力1500そして4000の非属性ダメージを与えるといったものでございます、うん、続きましてこちら戦士の方向、リミットバーストのダメージが 200% アップし毎ターン MP を 50% 回復するという、パッシブアビリティです、うんうん、はい、なのであの本当にブレイブシフト時で戦うだけでですねめちゃめちゃ強いリミットバーストがどんどん打てるようになるといった内容になっております、そしてこちらブレイブシフト時も回数制限アビリティがあります、スターダストファイアですね、1クエスト中に1回使用可能です、敵一体に威力4000プラス、防御無視率 50% の非属性ダメージを与えるといった強いアビリティになっております、非属性得意な子になったって感じで、そうですね、うん、そしてトラストアビリティ紹介していきましょう、故郷からの旅立ちということで非属性耐性 50% アップし毎ターンリミットバーストのゲージが、300増加するといったものになっております、そしてブレイブシフト時に、使える先ほど紹介したこの戦士の方向でリミットバーストのダメージが 200% アップするという紹介をしたんですけど、じゃあリミットバーストは一体何ぞやというものなんですが、はい、ハウリングムーン回です、
敵全体に威力5500防御無視率 50% のダメージを与え、5ターンの間規則性耐性に 120% 出せせ自分の攻撃に300% アップし物理攻撃時に貴族性を付与するさらに5ターンの間自分にトリプルリミットが使用可能になる効果を付与する。もうモリモリですね。なんかもう一旦これ使っておけみたいな感じの。そうなんですよ、これが 200% アップなんですよね。はい、全部モリです、ね、はい、めちゃめちゃ強いです、はい、ではブレイブシフト時のモーションを紹介していきましょう。攻撃準備向きも変わっちゃったもんね、こっち見たらもかわいいよね、うんうん、はい、してエルビいきます。おこれね結構そうすごいんですよ、はい、うん、となっております。はい、ではそしてバレットさん紹介していきましょう。57ユニットですね、はい、彼はですね火属性が得意でマイナス 100% まで覚えます。すごい、ね、得意チェーンはアースレイブグループ2となっております。で物理攻撃が得意で、得意な、キラーは機械系になっております。で彼の特徴としてはチェイン技も覚えていてフィニッシュ技も覚えている。自分でねチェインとフィニッシュが決められるようなユニットになっております。でまずはね、よくある流れなんですがフレームランチャーで火属性を付与して 100% ダウンしてくれます。そしてスペシャルアビリティも紹介していきます。アバランチストラテジー、5ターン2回使用可能、開幕使用可能です。自分のリミットバーストゲージを1000増加し4ターンの間攻撃を 300% アップしトリプルリミットが使用可能になるというアビリティでございます。はい、続きましてスペシャルアビリティド根性、4ターンに1回使用可能で開幕使用可能です。自分のリミットバーストゲージを1000増加し2ターンの間ダメージを 80% 軽減するという、まあ、攻撃の前に打つめっちゃ根性、はい、めっちゃ根性があるようなアビリティになっております。うんうん、装備はですねこんな感じで両手持ちが得意なユニットとなっております。それではメインのアビリティの紹介をしていきたいと思います。まあ、彼の特徴的なアビリティはまずこれですね、ぶっ放す。これがですね、敵一体に威力100プラス1500のダメージを与えるアビリティなんですが、これだけだとちょっと弱い感じがしますよね。うんうん、この後に使えるようになるこのエネルギーリロード、エネルギーリロード2、エネルギーリロード22ですかね、これプラスプラスですかね。そしてトリプルリミットが使用可能になる効果を付与するという内容なんですが、これそれぞれですね、なんとこのですねぶっ放すの威力が500上がるというアビリティになっております。でそしてですねこのトリプルリミットが使用可能になるので、このぶっ放すを使ってトリプルリミットを使ってこのねエネルギーリロードたちを組み込んだ後のぶっ放すがめちゃめちゃ威力の高いアビリティに変わるといった内容でございます。でこのねフュエルバースト回というアビリティ、これがですね自分のリミットバーストゲージを全て消費し敵全体に威力なんとですね、2500かっこ防御無視率なんて 75% のダメージを与えるといういつもよりもね多めに無視しておりますというね、はい、アビリティがそうなんですよ。はい、ぜひぜひねぶっ放すと合わせて使っていただくといいんじゃないかなといったアビリティでございます。そしてリミットバーストはシングレネードボムですね。敵一体に威力500、敵全体に威力6400のダメージを与え5ターンの間火属性耐性なんで 120% ダウンさせるということで、ここで 120% 火属性ダウンを覚えることができます。うんうん、そしてトラストマスター報酬は戦う父ちゃんですね。攻撃を 40% を火属性耐性を 30% アップし銃を装備すると攻撃が 20% アップするものになっております。そしてスーパートラストマスター報酬はバレットの服、まあ、これ文字通り服ですね、攻撃を52、そして防御23、そして右腕が10の男というアビリティが発動します。これがですね毎ターンリミットバストゲージから300増加し銃を装備すると攻撃が 40% アップするとい もうトラストマスターたちとなっております。うん、ではドットで紹介していきましょう。攻撃準備、攻撃、かっこいいですね。かっこいいんだよ、はい、でしょ、うん、発動エルビー、そして勝利ポーズです。うわーうわー熱いですね、ワイルドだ ね、はい、うん、というようなドット絵になっております。はい、はい、そして最後にねレノさん紹介していきましょう。彼はね何が得意かというと、いろんなことができる雷属性のアタッカーとなっております。はい、でやっぱねこのねみんながもらえるユニットでやっぱ注目ポイントって欲しいじゃないですか。欲しい、はい、なんとですねデバフが 70% 覚えてくれます。お
攻撃魔力、そうなんですよ、攻撃魔力 70% ダウン3ターンと、防御精神 70% ダウン3ターンの2種類ありますので、そうなんですよ、デバッファーとしてもね十分活躍できるんじゃないかなといったところでございます。はい、そしてスペシャルアビリティも紹介していきます。オーバースペックロット、6ターンに1回使用可能で開幕使用可能です。5ターンの間自分の攻撃を 200% アップし、バーストストーンによる上昇量 200% アップし、なんとですね最近よく見るようになってきたこれ雷属性の LB アビリティ、魔法によるダメージを 10% アップするという、おー、属性威力上げ系アビリティです。これはね思ったより出るんですよ、ね、そう思ったより出るんですよ、はい、だってあの単位が高いですから、もはや桁がね、うんうん、高いですからね、うん、はい。そして続きましてスペシャルアビリティ、2つ目のスペシャルアビリティ、超電磁ロッド、はい、4ターンに1回使用可能で開幕使用可能です。敵一体に威力1500、防御無視率 50% の雷属性ダメージを与えてくれます。そしてこちら、スペシャルアビリティ3つ目、ピラミッドマキシマムですね。6ターンに1回使用可能で開幕使用可能です。3ターンの間敵全体の攻撃防御魔力成長を 75% ダウンさせ、雷属性耐性を 120% ダウンさせるということで、おー、なんと全属性の 75% と、雷属性耐性も最大値上げ下げられるので、めちゃめちゃ強いポテンシャルを持ったユニットなんじゃないかなと思います。そしてトラストアビリティ、今日は非番だと、これさっきチューニンちゃんが言ってたやつだよね、何々だぞっとみたいな、そう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 、はい、うん、雷属性耐性 50% アップし、毎ターン自分の HP を回復し、 MP を 5% 回復し、リミットバーストゲージが100増加するといったものになっております。そしてリミットバーストはなんとですね、3ターンの間敵全体の攻撃防御魔力精神を 75% ダウンさせ、雷属性耐性 120% ダウンさせるということで、ここでもね回すことができるので、 LB と、ね、スペシャルアビリティをうまく回せば常に 75% の、デバフを入れられるんじゃないかなといったユニットになっております。コストめちゃくちゃ低いですね。そう、めちゃめちゃ低いです。トラストマスター報酬、仕事の時間だぞっと、はい、うん、防御精神をこんな感じ、はい、防御精神を 20% アップし、メイスを装備すると防御が 40% アップするものになっております。はい、そしてスーパートラストマスター報酬は、レノのゴーグルだよっとそう、そんな感じだぞっとはい、防御が45、そして精神が45、そしてガッツの回が発動します。これがですね、HP 50% 以上の時なんと 90% の確率で戦闘不能耐えるよっといったスーパートラストマスター星になっております。さあ、それでは合わせてドット用見ていきましょう。まず待機、はい、そして攻撃準備ですかね、はい、おお、そして攻撃、そして魔法詠唱、魔法発動、おー、そして LB ですね。おー、こういうキャラ、こういうキャラなんだね。レノね、なんか雷とかね、弾とか飛ばしてきて、ね、すごい嫌だった印象あります、ね、なるほどね。そして勝利ポーズで、はい、瀕死で敗北となっております。以上、新ユニット情報でございました。ありがとうございました。はい、ということで今回はですね、ファイナルファンタジー7、リメイクの新ユニット、そしてイベントの紹介をね、させていただいたんですけれども、なんとですね、こちらの紹介させていただいたクラウドさん、ネオビジョンクラウドさんが、うん、ゲットできるチャンス5月めちゃくちゃあります。なんと最大310連、5月は毎日無料10連紹介、イエーイ、すげーということで、まあね、ログインしたら毎日こちらのね、1日1回限定なんですけれども、無料10連召喚ができます。こちらにはですね、ネオビジョンユニット、クラウドさんも出る予定となっておりますので、まあ赤いクリスタルからね、ネオビジョンユニット出るんですけれども、はい、赤が出たらクラウド確定でございます。おー、はい、なので、ぜひぜひ皆さんログインしてこちらの召喚も回してみてください。さあ、番組も終了のお時間となってまいりましたが、はい、みそちゃんいかがでしたか。いやー、ほんと盛りだくさんでしたね。とりあえず新しい機能ってやっぱりちょっと不安もあったんですけど、始まってみるとやっぱ楽しみの方が多いですね。ワクワクして、
うん、そうですね、ちょっと手探り感というか、はい、いろんな発見がね、うん、あるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今回結構いろんなキーワード、ネオビジョンとか、まあ、覚醒ビジョンだったりとか、うん、ビジョンカードといったような新しいワードをたくさん出てきたので、まあ、今から始める方とか、まあ、あの久しぶりにね FSB またがっつりやってみようかなっていう方とか、ちょっと分かりづらかった部分もあったかと思うんですけれども、今回とは別にですね、そのあたりをがっつり説明した動画が今後上がる予定となっておりますので、ぜひぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひこちらのねネオビジョンユニットとか、ここが知りたいとか、ここ教えてほしいみたいなものがございましたら、コメント欄にコメントいただければですね、参考にさせていただきますので、よろしくお願いします。それではですね、また新しくなっていく FFB の情報をより詳細にお伝えできるよう私たちも頑張っていきますので、ぜひぜひ次回も見に来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。